安倍さんの差配を受けて、票を統一教会から回してもらって、はい、当選されたということが、もう、はい、当時の議長をやられた、参議院議長をやられた伊達忠一さんたちの答言でも出てきてるわけですよね、はい、これ、まさに組織的な関係以外に何者でもないと思うんですよ。でそうすると、当然、政策にも影響を受けてるんじゃないかと、こうなるわけで、この点を解明せずに、点検終わりましたっていうのは、ちょっとありえないと私は思いますし、限界があると、今日岸田総理言われましたけども、本当かなと、伊達前の参議院議長に会ってどうですかって聞きゃいいし。前の参議院議員の方、に、統一教会から応援を受けたんですけど、聞けばいいし、もうそれだけのことなんで、もうできないこと全くないと私は思うんですね、うん、しっかりやっていただきたいと思いますね。うんうん、これ安倍バカだね、バカだね、バカだね、私愛してほしいと思ってたなんて、バカだね、バカだね、バカのくせに、愛してもらえるつもりでいた。